はいどうも、特攻ジェニオタの菊池と申します。さあ今回ですね、なにわ男子の人気コンビをご紹介したいなと思います。まあ全部ってなったらね、やっぱり多くなっちゃうんで、もうよりすぐりで僕が選んでご紹介したいなと思います。まずは大西畑コンビですね。流星くんと大中、まあこの二人なんですけども、まあもともとね、なにわ王子っていうグループでもうちっちゃい時にね組んでて、でレン君が抜けてから感情引っ張る存在になると、まあ、向井浩二くんとか室龍太くんとかとねずっと引っ張ってましたからね。ほんでね、もう大中が、流星くんをめちゃめちゃ可愛がってるってわけで、もう結構ねもう入所してからずっと一緒なんですよね。だからもうファンもめちゃめちゃ多いんで、結構上位に入ってくるぐらい人気コンビかもしれないですね。まあ、ステージ上でもすごいね可愛いパフォーマンスとかしているんで、もうぜひね注目してみてください。次は上橋コンビですね。もうこの二人はもうずっと一緒なんですよね。まあ、何は男子を組む前のユニットですね。そちらの方でも一緒で、まあ、非公式なんですけど、ファンキーエイトっていうグループですね。まあ、この二人以外にも、A グループのリチャードくんと末澤くん、ほんで今井大地くんと小蛇ナイルくんも一緒に活動してましたね。まあ、そっから一緒なんで、まあ、言ったらジュニア歴が長い二人ですね。で、舞台の方では、もう二人で主演したりとか、少クラの方ではね、二人のステージっていうのも結構あって、まあ本当新名の立ち位置って感じですね。だからこの2人もねすごい上位に入ってくる人気コンビだと思います。ほんでバーチャルアイドルとしてキャラクターの声とかもしてますね。次は巨平道っていうコンビですね。まあ道巨平でも全然いいんですけど、高橋巨平くんと道枝俊介くん、まあこの2人ですね。まあ、この2人はもうなにわ男子内のグループ内の新名で、まあ身長が高い2人と言われてますね。まあもうビジュアル担当の2人なんで、まあ人気はありますよね。美形担当の道枝くん、ほんでイケメン枠の高橋巨平くんと、うん、だからこういうね、なんかかっこいい人が好きな人、やっぱこの二人が人気かもしれないですね。はい。まあ男としてすごい憧れる二人ですね。で、またね、もう同期なんですけど、まあ年は恭平くんの方が上で、道枝くんが下っていう。まあそれでもね、やっぱ同期なんですごい仲良しっていうのもありますよね。次が、リュチェ長コンビですね。大西流星くんと長尾健人くん。まあこの二人もね、なにわ男子内のグループ内新名として活動してるわけなんですけど、まあ別名ね、タピオカちゃんとかタピオカコンビとも言われてるんですよね。まあ、その理由っていうのがね、よく一時期なんかタピオカをよく飲みに行ってたらしくて、それでファンから言われるようになりましたね。でまたね、流星くんがグッズ担当で、長尾くんが衣装担当と、それぞれのねグループ内でも役割っていうのがあって、まあいい二人ですよね。まあ本当にね可愛らしい二人なんで、まあ、そういう可愛い子が好きっていう人には人気かもしれないですね。次がエンドレスコンビですね。丈一郎くんと大中の、まあ、コンビ名なんですけど、まあ、これがですね、まあ、漢字の映画があって、その映画内の役っていうのがお笑い芸人の役なんですよね。それでこの二人がコンビを組むっていう形で、まあ、そのコンビ名っていうのがエンドレスっていう名前だったんですよね。まあ、それでファンの中に浸透していたって感じです。まあこの二人はですね、もう最年長組で、まあ1歳しか年は変わらないんですけど、なんと入所してからのジャニーズ歴っていうのがもう7年も空いてるんですよね。もう面白いだから関係性なんですけど、まあやっぱりね最年長組ってことで、なにわ男子を引っ張ってる存在なんで、これからもねぜひお兄ちゃん組として頑張ってほしいですね。次が道長コンビですね。まあこの二人逆に最年少組になるんですけど、まあドラマ出演をきっかけにめちゃめちゃ知名度が上がって、もう人気もすごいんですよね。まあ、俺のスカートどこ行ったっていう学園もののドラマで、まあ、結構見てた人も多いと思うんですが、でまたね入所の日も一緒で、で全くの同い年ってことで、やっぱこの二人のね結構深い関わりがあるんで、まあ、ファンからの人気っていうのもすごいですね。次は上長コンビですね。藤原丈一郎くんと長尾健人くんの二人。まあこの二人はねもう最年長と最年少のコンビで、はい、まあ年の差っていうのもある二人ですね。まあでもねジュニア歴もねもう10年ぐらい違うんですけど、まあお互い結構ね本当に仲良しみたいで、長尾くんが結構丈一郎くんをなんかいじったりとかもするみたいですね。まあそういう関係性いいと思いますね。次は巨平長コンビですね。高橋恭平くんと長尾健人くん。まあ、この二人は同期なんですけど、まあ年の差があって恭平くんの方が年上で、長尾くんの方が年下なんですよね。まあでもやっぱ仲いいみたいで、まあよくねユニバーサルスタジオジャパン、ユニバですね、ユニバの方で結構目撃情報もあるんで、まあ、プライベートでもよく遊んでるっていう証拠ですよね。まあそれで人気かもしれないですね。次が橋コンビですね。大橋和也くんと高橋恭平くん。まあねもうコンビ名を見て分かるように、まあ、名前のね2人とも橋がついてるんで橋橋って言われてますね。まあ、結構やっぱりね天然の2人なんで、そういうねなんか可愛らしい姿が好きな人に人気かもしれないですね。なんかね穏やかな2人なんで僕も好きですね。次が夕暮れマンデーズっていうね、大中と長尾くんのコンビですね。まあ、このコンビ名っていうのが、まあ、結構変わってる名前なんですけど、まあ、漢字のラジオ番組で付けられた名前なんですね。まあ、それで結構ファンからそう言われてます。まあ、この二人もねすごいなんか可愛らしい顔の二人ですよね。
まあ、あの童顔の2人なんで、だからそういうね、あの可愛らしい人が好きな人に人気かもしれないですね。次は上流チェコンビですね。上一郎くんと流星くん、この2人雑誌の方でよくね、なんかエピソードが出てきまして、まあ、上一郎くんが家まで送ってくれたエピソードとか、なんか一緒に買い物に行った話とか雑誌でよく見ますね。だからなんかプライベートにも仲いいみたいで、もう上一郎くんがなんかお兄ちゃんをしてるってイメージがありますね。最後に西橋コンビですね。大春と橋和也くんの2人、まあ、この2人はね、なにわ男子を組む前から結構交流あるみたいで、まあ、すごい仲良しみたいですね。なにわ男子になってからはね、センターを張ってる大春と、引っ張ってるねリーダーの大橋和也くんっていう存在なんで、まあ、あのなにわ男子を引っ張ってる2人って言っても過言じゃないですよね。まあ、そういう面で人気かもしれないですね。はい、以上がですね、僕がよりすぐりで選ばせていただいたコンビになるんですけど、まあ、他にもねいろいろあるとは思うんですけど、まあ、どのコンビが皆さん好きですかね。まあ、やっぱり僕の中では大西畑とか上橋コンビがやっぱ人気あるのかなと思いますね。ぜひ皆さんの好きなコンビをコメントとかで教えてください。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いいたします。